これ一応後ろに。なんか上来たかも。俺ら。待って、一回どうもたかも。詰めてきてるの。来てる来てる来てる。めっちゃ来てる。戦うしかねえな。戦う。レブナントだ。レブ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 。いやーごめん。一応返したけど。味方の？俺のやつ、俺のやつこれ。アーマーが。まんま詰めてきたも。うん、これきついね。ウルトない？ウルト。ウルトもうないな。ここね、自分。オッケー。マイドンで攻めてみよう。左ハグ、やった。ワンチャン。上。剥がれ。オッケー。俺一回巻く。ツーダン。ナイスナイスナイス。やばい、後ろ来た、これ。うわ、マジかよ。いや、ごめん。うわ。どんまい。あと一人。うわ、ツーダン取ってやった。やればよかった。申し訳ない。どんまい。うわ。おい、お前が。うわ、マジでミリだったな、これ。マジでミリだった。いや、変なダッシュ入れたな。いいフォーカスだったんだけどな、今、ジブで。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。エペックスを復帰して、今日で19日目になりますかね。今回、僕ね、初めて、VTuber の渋谷春さんが定期的に開催している、渋春カスタムですね。渋春カスタムに初めて参加をしてきました。メンバーはリグナイトカップを優勝したライトニングハングリーのラッシュゲーミングストリーマーチームの3人ですね。僕とハンティとライトの3人で挑んできました。ライトにね、もう指示を全任せで挑んできたんですけど、今回の渋春カスタムのメンバーはこちらになります。はい、もうなんか有名人しかおらんというか、なんかちょっとプロ多くない？プロ多くないかっていうね、メンバーになって、出ますね。特に右下の12番のチームはちょっとあれ世界大会かなっていうようなメンバーが揃ってるんですけど、テンプレックスは、リーグナイトの海外プロで、でユリースは17歳の海外のトッププロかなで合ってると思います。そしてクライリックさんは日本人ですごく上手い方で、海外トッププロに対して6立てするっていう化け物みたいなクリップが有名な人ですよね。今回この超ハイレベルな渋春カスタムで COD 民がどれだけ戦えたのかっていうところをね、動画にしたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。あ、待って、洞窟見て。あ、ここいる、ここいる、グリさんここいる。待って、後ろも来てる、絶対。後ろも来てる。ごめん、俺後ろはまずいな。あ、ちょっと待って、やばいね、これ、うん、こっちおいで、ドーム使っていいから、うん、ここ耐えてほしいかも。これね、俺やばいかも。やばい。来れる？うん、やばい、やばい。とりあえず来てくれたら、これやべえ。うん、大丈夫、いけると思う。待って、いける、大丈夫、大丈夫。これね、やべえ、混んできた。こっち行こう。やっぱ下か。忘れてるか。なるほどね。フラグメントだね、中。もう本当に。どこな？いや、強いんや。ここはいな、あ、手前はいないけど、奥はいるわ。これね、こっちがいい。ここら辺撃てそう。これ3列目撃っていい？オッケー。白アーマーだ。バツしか取ってないな。これ48。みんな白アーマーだ。一人割れた。ミスった。あれついてってよくない？あいつらに。まあそうだね。左行くよりついてった方が安全かもね。しかもあれ白アーマー2人以上いたからぶつかったら多分勝てそう。駅は3人。あ、これだね。多分左お願い。5秒、3秒、待って。オッケーオッケー。2軒ぐらい入ってほしいな。スキャン左入れる、左入れる。ここ取ろう。奥いない。隣いないけど、こっちはいるけど。あ、これ上から撃ってきてる。危ね。そう、ここね、車線めっちゃ通るんだよね。このね、窓がやばいよね、ここ。こっちにしようか。そっちいない、そっちいないね。ドーム使っていいからね、来るとき。入ってきた、別パ。別パ？逃げれる？戻る。オッケー。待って、やるわ。行こう。ゲイスがローで、コク入った。待って。割れて、1人割れてる。2階行ける？俺、フェニックス入る。うん、2階で巻いてる。中行った。待って、外出ない方がいいよ。うん、撃たれるよ。うん、1階の外かな。1階の外にいるね。隣は上から見られて。ここの扉は壊れてて、ハンタさんの前は扉あるから、ちょっと耐えやすいと思う。うん。で、最悪俺が、この先ポータルの使い道ないから、ドアを塞ぐためにポータル使うかも。了解？了解。なんかどっかに逃げてきたチームはここに入ってきそうだな。そう。16分隊いるから。おー、やばすぎ。足音の量やべえ。やばいよ、これ。15分隊だもん、この日。やばい、これで15か。上だね。やばすぎる。上のレイス、ずっといるわ。駅。
やばい、これ出るときやばいって、マジ。いや、待って、これ出ないでいい、出ないでいい。ここ入ってる。入ってる、あ、入ってる。入ってる。上、まだ上のレースと左のパーティーがいるね。いや、これいいよ、いいよ、いいよ。もうこの収縮、いや待って、国上取りに行って。下取られてない、これ。下入ってきた、ね。ちょっと下がるね。うん、待って、入るわ。一回、その階段押さえてる、今。おい。うん。一応上に行けるようにポータル焚いてみるね。オッケー。上行く？いや。あ、待って、これ。低いかな。それ削った2階にいるやつ。ポータルにいる。2階にいるやつ、やった、1人やった。階段。やった、ナイス。下行けるんじゃないこれ。いや、待って、2階でいい。2階でいい。え、待って、バッテマク。大丈夫、すぐ帰ってきて、落ち着いて。うん、大丈夫。あれ、そこ持ってない？持ってないな。持ってないね。下。外撃てる。やった、外やった。もう一人やった。下終わった。下まだワンパイいると思う。このポータルどこだっけ？上か。上行った方がいいか、これ。行くか、行こう。行こうぜ。待って、とりあえず入ってる。待って、いて。戻っちゃう。これ狭くて、これ入っちゃうな。狭くて入っちゃうね。なんか死体が飛んできた。やった。大丈夫だ。これ。バッテリーあったら教えて。オッケー。渡せる。落とす。オッケー。落とした。ありがたい。やべ、これいろんなとこから撃たれる。まだドーム使わないで。あ、まだ使ってない。いや、ごめん。逃げ隠れられないここ。そこ？真下サクッとやるしかないな。真下一旦サクッとやろう。サクッとやるしかない、もうこれ。やばくなったらドーム。エリア。ドーム立て。こいつは飛んでるわ。挟まれてる。ほっといていいや。ほっといていいや。で、次ここの岩張る。うん、そこ。気合いでダッシュしよう。オッケー。張り付いた。俺ね、今ウルト使えない。一人ワンショー、レース探し。ちょっと前出る。やべ。オッケー。ウルト出すわ。バッテ誰か持ってる。触ってほしい。ない。ちょっと待って、余裕がない。オッケー。この回復でどうにかするわ。バッテさっき渡しちゃったからな、おい。当たってるわ、一応。うん。やった。ナイス。それ着替えたいな、おい。着替える、俺。オッケー。ラスト舞台。オッケー。スキャン。どっちいる？右ね。こけてる。ゆっくりでいい。ゆっくりでいい。そこ入れる。行こう。オッケー。ナイス。ナイス。うわ。嘘。マジで？マジで？やばい。やばいって。これ勝てんのやばいって。やばいって。ナイス。うっそー。2連覇来たリグナイトカップ。やばいよ。このカスタムで。やばすぎ、ナイス。世界トッププロいるのに勝っちゃったよ、俺。いいっすか。やったー。いやー、手の震えが止まらんて。マジ、あの建物の角で耐えたの神よ。耐えたのマジナイス。やばい、やばい。ナイス。うわマジか。あ、でもやべえ、あのパーティーやべえ、キル数。完全ダメージ出してるけど。キル数やばい、あそこ。あ、クライリックさん、そう。ぴったりだし。